私が岩倉社長に会ったのは、半年ぐらい前ですか。いつもお会いするたびに笑顔が印象的で、いつも笑って印象なので、スマイルという曲をお届けしたいと思います。CD の伴奏なのでちょっとうまく、あ、違う、ごめんなさい。失礼します。Thank you.
月でしたっけ、お酒を飲んで意識を失って唇を怪我して、感覚がなくなっちゃって、ライトが吹けなくなってしまって、でやっと吹けるようになったかなと思って、そしたら一昨日ぐらいに子どもたちと一緒に発達障害の子どもをデイサービスに行ってるんですけど、一緒に公園で鉄棒はこうやるのよって言って、逆上がりとか前回りを教えようとして、久しぶりにやったら全身が筋肉痛になっちゃって、お肩とかがすごい筋肉痛で、手が動かないっていうか、お尻が重くてできなかったんですけど、なんか全身が筋肉痛に包まれて面白いでは、お酒がないんですけど、ちょっと大人のムードで星に願い。星に願いはいいな。
湿気とか、温度とか湿度とか、それで全部音が違ってきてしまう。クライネットの音色すごくいいね。なんか、これでも吹けそうだから、吹いてみようかな。あ、どうだ。昔の建前だじゃん。でも、最初の音を出せば、あれだよ、ちょっと。懐かしいね。舐めんなよ。Thank you.
もうこんくらいになっちゃうよ、孫が。こんなに熱いキャラじゃね、全然キャラじゃない。さっきの背中の髪妻になる、あなたの信頼に任せます。ありがとうございます。